ロカパルティーダ島は、メキシコの太平洋を沖に位置する、レビジャヒヘド諸島に属している岩礁である。行政上は、コリマ州に属する。島は1542年に、ルイロペスデビラロボスによって発見された。レビジャヒヘド諸島に属する4つの島の中では、最も小さく、長さ91メートル、幅45メートル、面積は0.003平方キロメートルである。 群島で最大の島である、ソコロ島から西へ1 0 7キロメ,ートルメキシコ本土からは約8 0 0トル離れている。島は中央の低地を挟んで2つのピークがあり、1953年の調査ではそれぞれ3 4ルと2 5ルだったが、高い方のピークはその後数メートル失われている。 群島の他の島々と同様火山性で、清掃火山の長部が露出したものだが、直近では、それぞれ1953年と1993年に、噴火したサンベネディクト島やソコロ島と異なり、クラディオン島と共に噴火が観測されたことはない。島の鉱物は、社長石に乏しい一方、カリウムよりナトリウムが豊富で、核戦石とナトリウム基跡が優勢である。 島に、淡水源はなく植生はないものの、カツオドリ、ナスカカツオドリ、セグロアジサシ、クロアジサシ等の数種の海鳥が島で繁殖している。島の周辺は、海洋生物も豊富に見られ、ソコロ島等の諸島内の他の島々と同様しばしばスキューバダイビングのクルーズ船が訪れる。島は、レビジャヒヘド諸島生物保護区に指定されている。 A.B. レセルバデラバイオサピラアーチェプエレゴで、リビレッジジドインスティチュットナショナルデエコロジーアハット、リザーバーデラバイオサピラアーチェプエレゴでリビレッジジドコジ、ーージジドコミッションナショナ,ナルデアリアズナトュラレスプロタジダズ。ありがとうございます。